はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤でございます。千葉力なり。はい、今日もこれやっていきましょう。10月4日水曜日合格ストラテジー。ちょっとね、情報発表から遅くなりましたが、英検に新設級を導入しますということが、9月29日付で日本英語能力検定協会の方からプレスリリースが出ています。これについては9月29日よりも前に安河内先生のツイッターだったりとか森田哲也先生のあの YouTube チャンネルなどで先行して情報っていうのが出ていたなってことありますが、やはり本決まりとしてこんなことが出てきたなと。我々大学受験を指導する人間だったり高校生の皆さんにかなり直接的な影響が出るぞっていうことを私たち知識をまとめておきたいと思います。でポイントはどことどこの間に級を作るのかっていうと準2と2級の間だから今回極めて意味が大きい。英検準2級が合格できる能力っていうのは高校1年生程度の英語運用能力があり、英検2級が合格できるっていうと高校を卒業している子が持っている程度の英語運用能力だというふうに言われるんですよね。今の話をするともうちょっと優しく取れてるんじゃないかなって言い出す人が出てくるかもしれませんが、あくまでオフィシャルはこのように設定をしております。そうすると高1高卒その間っていうと高校2年生3年生の途中とか結構結構な幅が飛んでるなっていうことがあるんですよね。で事実このように私も印刷して、プレスリリース持ってきてるんですが、間が飛んでいるっていうことは英検協会の方も具体的に数値で把握をしているらしいです。一つグレードを上げるのに、受験者平均でおおむね1年かかるっていうふうに言われてるらしいんですけど、準2級に受かってから頑張って勉強して2級合格しましたっていう期間が平均して1年半から2年かかってるよっていうデータがあるらしいんです。それってやっぱね、高校生のモチベーションを下げちゃう原因になるんじゃないでしょうかね。いつまで勉強しても僕英検の2級が受かんないみたいな沼にねハマり込んでしまうように、感じる子っていたんだと思います。でこれが2015年度まだ随分先ですよねから新設級を作り、英検の SCBT パソコンの方で受けるやつですよね、あれでも新級対応という風に、形を変えてくると。で繰り返しになりますが、この狙いっていうのはオフィシャルが言ってるのが準2級と2級との間のギャップを埋めることが狙い。このギャップを埋めるっていうことはどういうことか、私なりにちょっとね右側にまとめてみたんで共有していきましょう。はい、では加藤の結論です。中学英語が難しくなっているって話って皆さん聞いたことあると思うんですよ。まあそうですね、感覚的に言うと今から3、4年前の、高校生または高校卒業しちゃった子が使っていた英語の教科書と現在の高校生たちが中学校の頃に使わされていた教科書ってもうね全然内容違うんですよ。マジではるかに難しいっていうね。と英語の文法で言えば現在完了進行形であったり仮定法を習ってるっていうふうに言うので、それって確かに昔から受験指導に関わっている先生方であれば、あれ高校の内容降りてってるねっていうふうに気づくと思うんですよね。中学校3年生の英語教科書って手に入れる機会があったらぜひ中見てみてください。はっきり言うけどやっぱ難しいです。長文が長くなってるし語彙も必要だなっていう印象を持つので、その難化に伴っていて中3で学校の英語がめちゃめちゃしっかりできる子であれば英検準2級合格できますかって言われると、一部言われてる意見ではありますが、現在の中学校の英語の授業ってできる子は超できる、できない子全くできないっていうオールアナッティングの二層化していて平均点がとても低いっていう風に、データが出てくるような中学校があるらしいとも聞いてます。でその中でできる子たちに、お前たち英検3級って取ってるでしょ、順に行くっていう風に指導をしてみて頑張って勉強すると意外と取れるんですよね。ネット上でいろいろ出てくるデータっていうのがかなり曖昧なものが多かったんで、そのうちのちょっとね割と信憑性のある数字って取ってきました。中3で英検準2級を受験しますっていう子の中で合格する子は全体の中の 38%、 おおむね4割ですね。高校受験を控える中3生ぐらいの子で、ちょっと背伸びをして、英検準2級受けてみようってことをやって、まあ、通る子はそこそこいるんだなと。ですから、皆さんの身の回りで中学生の段階から英検準2級受かってますっていう子って、たくさんではないんですけど、いなくはないなっていう印象って持ちませんか？じゃあ、そうやって英語がめちゃめちゃできる子たちが英検準2級を合格している。いわゆるトップ層がもっと上上っていう風に意識高く英検を受験してくるということが早まってるんですよね。年齢の早期化っていうのを見られます。そのせいで、高校3年生の段階で英検2級に合格しますよっていうことってレアリティが低下してるんだろうというふうに私は考えます。
まあ、2級合格ってすごいんですけど、英検2級が合格しているからっていうことで、じゃあこれを推薦入試に使いましょうっていうふうに言われた時に、うちの大学推薦入試の出願要項として英検2級合格が必須ですっていうところって、割とね、一昔前から言うとそんなに難関校でないにもかかわらず、これを要求してくるっていう大学さん、増えたなっていう印象は持つんですよ。まあ特に私だと岐阜県大垣市にこうやって校舎構えてますが、岐阜愛知のあたりで英検2級合格してないと受験ができませんっていう推薦入試やる大学さん、偏差値レベルで言うと偏差値50からちょっとぐらいのところもこれを要求してるなーっていう風に、印象を持ちます。ですが大学受験の中において、入試の偏差値で英語の能力が50から 52.5 の子って英検2級合格ってしないだろうと思うんですよ。だから特に高校生の中で私立文系にものすごく特化して、特に英語に全振りをして英語の能力を高めている子っていうののレアリティが低下してるんじゃないかなという風には感じます。余談になりますが、高校2年生ぐらいの子にちょっと君英語だいぶできるよね、英検受けてこようよっていう風に提案をし、 SCBT 受験センターに行ってパソコンに向かって英検2級ちょっと受けてごらんっていうと、あれなかなかねきついと思うんですよ。普段通りの実力って出ないと思います。パソコンに向かってスピーキングっていう違和感に慣れていないとか、あとね、画面に出てくる文章に、記号を何か打ちながらとか、こう、スラッシュ打ちながら、SVOC 振りながらっていう文章の読み取りとかってできないし、英検 CBT を受けに行ったことある人なら知ってると思うんですけど、渡される筆記用具って、会場で支給される新品の鉛筆1本と、まっさらの A4 のコピー用紙1枚だけで、はい、これ以外はダメっていう風に言われたりするんですよね。特殊な環境下での試験っていうのを受けさせるんで、持っている英語能力をちゃんとそのまま発揮させようっていうのが、まあ、なかなかきついと思うんだけどなーっていうことあったんですよ。2級の合格はきつかったなっていう子が、じゃあテストもう少し優しい級なら合格できるよねっていう風にワンステップ置く、まあ、ズバリこのギャップを埋めるってことを狙われてるのはありがたいなと思うんです。正直言いますよ、受験屋としての個人的な意見ですけど、やっぱ順位はね簡単ですよ。順位は高校1年生、それから英語の苦手な高校2年生でもコツコツ語彙を積み上げて長文が読めるようになり、リスニングもねちゃんと毎日耳鍛えるってことをした上で、ライティングもねコツつかめばめちゃめちゃ簡単っていうふうに私言っちゃいますから、実は準2級は個人的に高校生なら対策すればかなり合格取れるやんっていうふうに言うんですよ。ですが2級はその積み上げる量がやっぱ多いなーっていうふうには思うんですよ。はい、で先ほど見せましたこの日本英語能力検定協会のプレスリリースの中にも、皆様方からの声とか受験者データからっていうのの中の具体に2級の単語レベルは準2とは段違いとかいうふうに大げさな表現してるものあるなって思うんですけど、まあ段違いというほどではないと思うんですけど、取り組みやすいかどうかっていうとね、やっぱハードですよ。高1から高卒っていう風に言うから、おおむね高校生が真面目に勉強して2年分っていうのの階段設けてるのは大差が大きいなっていう風に捉えてもいいんだと思います。高校生の中にはやっぱさっき言った通り、推薦入試を受けてきたりとか、大学の一般入試に行くときに英検とかキープとか様々大学受験に使える外部の英語能力検定ってあるじゃないですか。それの証明、順に持ってますって言うと、正直ね大学入試ではほぼレアリティが通用しません。2級持ってますよっていうことからがお話になりますねっていう現代の大学入試の制度において、その中間を埋めるような級持ってるっていう証明っていうのは、手頃な入試ランクの大学さんに推薦入試で、僕出願をしたいですっていう時の出願条件としては使いやすくなるんじゃないですか。だからぜひこうやってギャップを埋めるような級っていうのを、私はこれから先々の高校生には積極的に順2の1個上、2級の1個下の級って受けて取っといてごらん、君絶対に大学受験得するからねっていうことは積極的に私言っていくと思うんですよ。ということは、私ねここまでのまとめをした上で要点でね次の動画に撮っておこうと思うんですよ。ここから先のことはね、なかなか他の皆さんね気づいて発言してらっしゃるっていうネットの情報見ないんで、私気づいたことを次の動画でお話をしてみたいと思います。ご期待ください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ね役に立ったよって思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみになさってください。